スーパーカー。はい、それではですね、本日もロードバイクの紹介をしたいと思います。スーパーカーが登場いたしました。こんな感じのフィナレロマークが付着しておりますね。で、前はディスクブレーキですね。ディスクブレーキだから、この辺のいつもあるようなあれがないんですよね。で、後ろも同じくディスクブレーキなので、後ろもですね、もうギリギリまでフレームに近づいた感じの空力を考えた。さあ、一つ一つ見ていきます。ブレーキがですね、アルテとかじゃないんですよ。もうディスクなんですよ。シマノのディスクブレーキ、ですね、後ろも同じようにディスクブレーキ BR の785ジャパン、まあ今多分一番最先端のブレーキだと思われます。さあ、そしてクランクがですね、キューリング、ローターのキューリングがついてますね。コンパクト50の34、コンパクトクランクですね。クランクのところがパワーメーターがついてるやつがついております。インナー側も多分キューリングで、キューイン、これ 3D の方ですか、やつだと思うんですけれども、チームのエクスプレッソ12がついてます。すごいことになっておりますね。電動のデュラエスですね、9000シリーズがついておりまして、これ見たことないと思うんですけれどもですね、無線機ですね。 Bluetooth で前のこの部分にこのガーミンに何か情報を飛ばす、そういう装置がついております。で、後ろのリアディレイラーはデュラエスと、下を見るとビッグプーリーですね、噂のビッグプーリーが、ついております。11の28ですね、28、山登りがかなり強気になる。さあ、もう見るところ多すぎてね、ドグマ F8 ですからね。いや、どうしましょう。さあ、シートフィジークのアリオネ R1 のカーボンレールタイプ、これをチョイスしたということです。でもこのシートの位置が変えれるのがお気に入りっていう話で、しばらくこれが流行るんじゃないかなっていう感じですね。で、行きましょうか。前ですね、ハンドルですね、エアロハンドル 3T のエアロノバがついております。で、よく見るとここにね、ほら、なんか2本ね、見えますよね。こう見るとこれはシマノのサテライトスイッチっていうやつで、リアの変速がここでもできて、ここでもできると。前はガーミンのセンジェ、そしてここにですね、我が神宮神社のですね、安全シールが貼ってありますね。ピナレロといえばモストということで、ここはですね、モストのスがついております。ハンドルはもうバッチリ薄いですね、いい感じですね。じゃあですね、ホイールを見てみましょうか。ホイールはですね、マビックの、コスミックプロカーボン SL ですね。これがずらりとついております。すげーな、この音。というか、もちろん後ろにもマビックコスミックカーボンプロ SL と、タイヤはこれは選択はですね、個人のやつ25C かな、クリンチャーです。クリンチャー、ちょっと一瞬チューブラーに見えつつのクリンチャーのマビック、マビック直線で後ろから追っかけてきますよと、風が、というところですね。初登場ドグマ F8 スーパーカーダブルミリオン仕様ですね、のご紹介でございました。すげーな、この音。オーンって言ってますね。はい、
これ可愛いんですよ、ベル、ね、熊よけね、熊来るからね、気をつけなかった。